Hi, I'm Kristen Philippines and welcome to my channel. Minasan, konnichiwa, watashi no channel ni yokoso. Watashi wa Filipino, Chris desu. So for today's reaction video, I am reacting to 22 Beautiful Women in the Meiji Era by Cool Japan Channel. Dewa sasuku, hajime mashou. Cool Japan. Beautiful ladies of Meiji era.今から約100年前の明治時代、今見ても現代にも美人とされるだろう人がたくさんいます。メジャーな人からマイナーな人までランキング形式でお届けします。 22樋口一葉、まずは5000円札の人。明治を代表する女流作家。ルックスだけでなく生き方や作品など含めてとても美しい人物です。肺結核により、わずか24歳で死去しましたが、竹比べや濁り絵を次々に発表した奇跡の14ヶ月はあまりに有名。21位、辻影誠二。 パリでも絶賛された美しき日本舞踊家、気軽に近づけないようなオーラを感じる小説家永井荷風と大恋愛をしたことでも有名です。永井荷風が亡くなった後、藤影誠二は彼の命日である30日に決まってカツ丼を食べるようになった。カツ丼は永井荷風の最後の食事だったからだそうです。20位、 夕涼みをする女性。今から約110年前、明治39年の絵はがき。明治時代になると和装で髪を下ろした写真が結構出てきます。着物がゆりもんようなのも肺からで見逃せないポイント。この時代は洗い髪ブームが起きていたのか、こんなのもあります。これは屋内で撮影されたもので、奥は柿割りのようです。 19位、鍋島奈賀子、佐賀藩最後の藩主鍋島直弘の妻。ローマで結婚式を挙げ、イタリア社交界で活躍。帰国後は6年間の花として注目された。ちょっと垂れ目で優しげな顔立ちは目の肥えたイタリア人にも受けが良かったはずでしょう。18位、男装の女性、職人の若者風の服装。 丸顔の可愛らしい顔との逆が魅力的。17位、絵はがきの女性、切れ長の涼しげな目元が美しい美人。島の着物も粋な感じです。16位、末広弘子。明治時代に行われた素人さん参加のミスコンで堂々1位になったのがこの弘子さん。時代性を感じる大きなリボン、 あどけなさを残す可憐な表情が印象的。15位、田沢稲船。23歳の若さで病により他界した発酵の美人作家。まさに美人薄命。小説家山田美妙と結婚するも3ヶ月で破局、病で侵されてしまい帰らぬ人となった。14位、万龍。 明治41年、雑誌「文芸クラブ」が主催した美人コンテスト全国100美人で読者投票1位を獲得し、日本一の美人と言われた芸人。三越のポスターに起用されたり、酒は政宗、芸者は万龍と言われるほど全国区の人気を誇った。13位、葵悌子。こちらも明治時代のミスコン出場者。 愛知県一等、時代劇に出演する石原さとみを思わす。12位、西村志賀子。こちらもミスコン出場者。冷めた目が印象的なクールビューティー。滋賀県の一等さん。11位、横井安藤輝。横井は芸人さんだ。時の総理大臣桂太郎にその美貌を見初められたというエピソードも納得の美貌。
お祭りの若衆姿をしているこの写真は盗作的な美しさを感じる。10位、浅吹磯子。はっきりした顔立ちで自信にあふれている。この方は英語が堪能で歌人として歌集も出し、テニスをすれば全日本テニス選手権女子ダブルスで優勝と才色兼備な人です。テニス、ひ孫は紀琴はで芥川賞を受賞した浅吹真理子。16歳の頃の浅吹磯子さん、旦那さんの浅吹恒吉氏とともに、これも16歳の頃ですが、なんとも大人びた雰囲気。7位、9位、徳川持嗣の三姉妹。左から長女久子、次女高子、三女安子。御三家である紀州徳川家、その最後の藩主である徳川持嗣の三姉妹。ごくごく自然に漂う気品と美しさこそ名門の生まれであることを表している。6位、おこそ頭巾の女性。明治時代、女性に大流行したおこそ頭巾をかぶる女性。ちなみにおこそ頭巾は主に防寒用に使っており、目元だけ出したりもしてる。5位、ベールの女性。パッと見もはや外人さんである。彫りの深い顔立ちが当時の日本人離れしていて、化粧品の外国人モデルと言われても納得してしまう。4位、林玉子。日本人形のような美少女。この人もミスコンの出場者である。ちなみに石川県の代表。切り揃えた前髪がどことなく大正時代っぽい雰囲気。3位、芸者、詳細不明。これは文句なく綺麗でしょう。くっきり二重の大きく美しい目元が印象的。少し微笑んでいるようにも見える。口元も魅力的だ。芸者さんということだけで詳細不明なのが惜しい。2位、鼓を打つ女性。可愛らしさと美しさを合わせ持ち、小悪魔的な雰囲気もある魅力的な美人。ちょっと生意気そうなところも。伝説の写真家玉村幸三郎が撮影した写真。1位、陸奥亮子。カミソリ大臣と呼ばれた陸奥宗光の妻、陸奥亮子が1位。明治時代の美人といえばこの人。社交界の花と呼ばれたのも大いに頷ける圧倒的美貌。旦那の陸奥宗光は坂本龍馬の戦友であり、幕末では海援隊の中心人物だった。そんな陸奥夫婦と息子で写っている写真がこちら。予想をはるかに超えた清々しいまでの日本人離れ。Wow, very interesting video. These are the beautiful ladies in the Meiji era. I have a little information about the Meiji era. It's an era of Japanese history that extended from October 23, 1868 to July 13, 1912. The period corresponded to the reign of Emperor Meiji. It was preceded by the Keio era and was succeeded by the Taisho era. Upon the accession of Emperor Taisho,I'm just wondering, guys, if their hair was original or it's a wig. I'm not really sure. I love their hairstyle, I love their kimonos, and I love their pictures. They look so cute, beautiful ladies. Well, anyway, I had so much fun watching this video. Thank you guys for watching with me. I'll see you very soon.